どうもこんにちは、ホワイトです。皆さん、まあ2日間動画を投稿できずに、ゲーム実況動画をね投稿できずに本当に申し訳ありませんでした。まあ理由はね、もうほとんどわかると思うんだけど、パソコンがぶっ壊れました。はい、まあ、全然気にしない、俺全然気にしないんだけど、これやばくないですか？皆さん助けてください。まあ、ぶっ壊れた。マジか、ぶっ壊れたか、はーんって感じなんだよ。皆さん、パソコン壊れてください。ね、でね、なんで、これ何で撮ってるかっていうと、今ぶっ壊れたパソコンの前に使ってたノートパソコンを使ってます。まあ、そのノートパソコンもね、まあ、イカれかけてんだよ。イカれかけのパソコンなんだよ。はい、イカれかけのパソコンなんだよ。まあそれでね、まあこの前まで使ってたパソコンでやれるんだけど、まあその今壊れたデスクトップのパソコンが鳴るまではこれ使っていこうかなと思います。はい、でね、まあちょっといろいろと皆さんにお伝えしなきゃいけないなって思って、まあ今はい、言わなきゃいけないことがあります。まず4人実況の動画ですね。それがですね、まあ無事死にました。はい、ありがとうございます。無事死にました。パート1を投稿してね、パート4ぐらいまでは多分ストックしておりました。はい、無事死にました。でね、まあ昨夜ミサンと俺の実況ですね、死にました。はい、ありがとうございます。それでね、まだ投稿されてないんですけど、エグと僕の新しい動画も死にました。ありがとうございます。まあ他にもいろいろと単発の動画とかもね、かなり溜め込んでいましてね、まあ全部死にました。多分死にましたね。多分、10本以上は死にました。悲しいです。まあ、これから投稿されるのは、ノートパソコンで撮ったやつなんで、まあ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 、まあ何言ってるのかわかんねえわ。まあとりあえず、パソコンの、そのデータがもし復旧されたなら、その続きを撮れるっていうか、投稿できるんだけど、まあ、もう死んでるかもしんないから、もうその場合はもう、撮り直しか、まあやめるかなっていう感じですかね。はい、あで俺一人の実況は奇跡的にね、まあ容量自体が、そのアイドルデスゲームと声優のやつは容量自体が大きいから USB メモリにもともと移しちゃったので、まあ奇跡的に生きてました。すみません、生きてました。はい、まあそれはね投稿できるんで、まあはい、楽しみにしててください。ということで、まあこういうお知らせ動画になりました。まあいろいろとちょっと心配かけてすいませんでした。これからね、またちょっと元気ないかもしんないけど、まあやっていくんでよろしくお願いします。ってことでね、まあすげえ関係ないゲームを今回やっていきます。ということで、急にめちゃくちゃ関係ないゲームやるわ。もうね、もうパソコンぶっ壊れたからね、もう一人かくれんぼするわ。じゃあやります。一人かくれんぼってみんな知ってる？めちゃくちゃやめた方がいいやつだよめちゃくちゃやめた方がいいやつだからね。実際にやったらマジでやばいかもしれないから、ちょっとやめといてね。その言葉を聞いたのはある夏の日のことだった。一人かくれんぼ。わ、おお、やばいやばい、 BGM が。俺のパソコン壊れたか、これ。俺のパソコンぶっ壊れたかじゃねえよなこのノートパソコン急に久しぶりにこのノートパソコンで動画撮ったっけ。すぐにパソコン壊れたらもう泣くわ。そう、一人かくれんぼ、この間ネットで見つけたんだけど、面白そうだなと思って。お前そういうのほんと好きだな。怪談とか都市伝説とか。もうこの BGM やめてくんね、マジで壊れてるかもしれないから。壊れたらもう本当にもう俺ねもう何もかももう終わるから俺。まあワクワクするじゃん。でさ、よかったら一緒にやろうぜ。今夜俺もするからさ、どんな感じか電話で連絡取りやろうぜ。そうだな、夜遅くにするんだろ。それ眠くなりそうだな。確かにそうだけど、お前下宿中で一人暮らしだろ。友達の中で一緒にできそうなのお前くらいなんだよお前さりげなく友達いないアピールすんだよ。アピールの意味ねえか。そういえば明日は午前中の講義取ってなかったっけ。深夜起きてても明日の午前中に寝ればいいか。頼む、一人じゃ心細いしつまんねえだろ。しゃあねえな、付き合ってやるよ。本当か、ありがとうな。てかまずお前ね、その髪の色をね黒髪にせんまま友達できるぞ。金髪危ないぞ。
やり方とかは分からなかったら教えてやるから。上がってよ。こうして俺は大学の友人に誘われて一人かくれんぼをすることになったのだった。ほうほうほう、ただいまって言っても一人暮らしだから誰もいないんだけどな。お前一人暮らしで玄関の前にテディベアを置くんじゃねえよ。まだ夕方だから今のうちに用意済ませて、牛の刻まで一眠りしようかね。やり方あんまり知らないんだけどな。確か都市伝説の本をあいつから借りてたっけ。それを見ながら用意するのが一番確実かもしれないな。おー、じゃあセーブしよう。セーブ大事だね。まあ、置くっつあるでしょ。傘立て。お、なんか時間経過したぞ。母ちゃんが勝手に持ってきたテディベアだ。それ結構、なんか結構好きそうに置くんじゃねえよ、そこに。玄関の前に置くっていう考えがちょっと俺考えられないわ。段ボール箱だ。ゴミ袋だ。朝は忙しいからついつい出すの忘れるよな。はーい。鏡で。文字を書いた紙が貼ってある。ああ。なるほどね。玄関にこんなもん貼ってんだろ、お前。こいつ何を書いた紙貼っとるんみたいな。17時5分だ。まだ外は明るい。なるほど。17時5分で外明るいってことは、まあ、春らへんかな。うわあ、ああ、ああ。扉開くだけでびっくりしたぞ。トイレだ。掃除は結構まめにしてる。まあ、トイレ掃除はね、基本では毎日しとけ。汚ねえからな、すぐ。トイレすぐ汚くなっから。やばくない？トイレ調べただけで4分経ってんだけど。大学から帰ると、いつもこのくらいの時間になるな。はあ、これ扉開く音がちょっと怖えな。体重計で。ん？鏡だ。俺の顔が映ってる。当たり前のこと言うなよ。鏡だ。女の顔が映ってるってなったら、普通にびっくりだよ。お、シャワールーム。一人かくれんぼって確か、なんか風呂を使うんじゃないっけ？シャンプーとリンスだ。水を張ってあるお風呂だ。おー、一番関係ないから、関係ない。え、ちょっと待って。ごめんなさい。え、やばくない？こいつ。風呂調べるのに10分かかってんじゃん。すげえな。冷蔵庫だ。レンジの下には棚、あ、食器がある。コンロとる。蛇口をひねると水が出てくるけど、何か入れ物が必要だな。入れ物ね、入れ物。入れ物をどっかで手に入れろってやつか？あんまり、てか広くね、家。結構いい家住んでね。ティッシュだ。てかめ、結構お前ティッシュ捨ててあんな。お前、したな。さあ、テレビだ。お、何この画面？やめて。おうおう。筆記用具。ギターだ。エアーじゃない。本物。って言ったら、まあ本当はそれ弾けるよアピールすんだろ？実は弾けねえくせに。置いたんだろ、わざと。女の子連れてってさ。何、ギター弾けんの？お、弾けるぜ。つってさ、弾いてみてって言われた時ちょっと、やばいやつでしょ。あ、スマホだ。置きっぱなしにしてた。持っていこうか。いや、持っていこう。スマートフォン。メール来てるかな？来てない来てない。お前友達ねえだろ。ちょ、見てみっか。新しいメッセージ来てんのかよ。あいつからだ。どれどれ。こいつか。おい、もう家には着いたか。お、メールが来てる。一人かくれんぼのやり方わかるか？詳しいやり方はこの前貸した本に書いてあるからな。本。そういや、借りてたっけ？どこにあったかな？どう返信しようか。準備終わったから寝ろ、ビール。家に着いた。準備してるな。いやー、その今時のやつね。よし、返信。いや、着いたぜ。本見てなんとか準備してみるわ。あ、まあ、本を、17時37分だ。まだ外明るい。結構時間経つの早いね。ここ何？クローゼットだ。おっかなおっかな。ここに隠れんのかな？テーボーでしょ？こっちとか広くね、真面目に。服が入ってるタンスだ。はーい。これは、あ、これがあれか。本か。友人に借りた都市伝説の本だ。持っていこうか。まあ、持っていこう。都市伝説の本を手に入れた。これ何？制服か。こんなことできんの？まあ、閉めとこう。ランタンだ。おー、ランタンなんだな。本だな。あ、大学の教科書に参考書。漫画いろいろ置いてる。本棚だ。ベッティングね。まず、本を見てやり方を確認しろってやつか。都市伝説の本だ。一人かくれんぼのページはこの辺かな。多いね。まあ、用意するものか見るか。一人かくれんぼの遊び方。用意するもの。手足があるぬいぐるみ。
縫い針と赤糸、米、刃物、コップ一杯程度の塩水。縫い針と赤糸と米はあいつにもらってきたからいいとして、ぬいぐるみは玄関だ、刃物はカッターでもいいかな、塩水はあるもので作れるな。はいはいはい、まずぬいぐるみか。お前もらったやつ使うのか、最低だな。テディベアだ、名前はエリー名前つけてんだなお前。確かぬいぐるみが必要なんだっけ。持っていこうか。まあ持っていこう、こいつしかいねえもんな。まあ結構矢印とかついてるから分かりやすいねこのゲーム、すげえ助かるわ。ベンジー、ベンジーはベンジー、ベンジーないっしょ。ちょっと待てよ、何あるっけ。あと用意するもの、ぬいぐるみ、縫い針、赤いと、これ米もあるんでしょ、刃物、コップ、あ塩水ね。コップあんの、コンリー、食器、あコップ、コップ持ってって、ここで水汲んで塩か。酒は入ってない。朝の方が何しようかな。お前そんなんどうでもいいんだよ、塩、あそこかい、塩入れて、よし塩水ができた。うーん、あと刃物か。あなんだ、よしテディベアを置いてっと。お腹開けるんだっけ、何か道具あったかな。これね、買ったナイフがあった、持っていこう。でここで使う、早いなお前やること、やり早い、もう俺ついてく早い、とりあえず早い。このカッターでお腹を開こう。おお麺を取り出して、綿か、この米をつめつめして、この赤い糸でちょっといびつだけどとりあえずくっついた。よし、とりあえず準備完了。他にやることはなかったかな。おい、まだ俺見てねえんだよ。お前、勝手に進めんじゃねえ、バーカ。はい。まず、ぬいぐるみに名前をつけます。もうそう、一人かくれんぼする前から名前ついてるけどな。ぬいぐるみのお腹を刃物で切り開き、綿を取ります。代わりに米を入れて赤い糸で縫い閉じます。ここまでやったよね。ふむふむ、米がないぞ。赤い糸が血管を表す。あ、終わりか。もう準備できちゃったんだな。実行の手順。とりかくれんぼの遊び方、実行の手順。午前2時になったら次のように行動する。まず家中の電気を消す。テレビだけは砂嵐にしておく。今時テレビ砂嵐なんないでしょ。風呂場へ行き、ぬいぐるみ行って、ぬいぐるみへ向かって最初の2はペペーだからと3回言う。そしてぬいぐるみを浴槽につける。風呂場から出て適当な場所で目をつむって10秒数える。ほう。風呂場へ行き、まるまる見つけたと言って刃物でぬいぐるみを刺す。次は、ふみゃーが鬼だからと言って、どこかへ隠れる。暗い中でこれをやるのか。うわ、やるね。あいつ、つくづく変わってんな。まあ、付き合ってやる俺も大概だけど。やったふりしろ。それだけでいいだろ、お前。まあ、今、手順見たけど、全然わかんない。全然はもう、忘れた。もう全然覚えてねえわ。まあ、ベッドに寝るのか。確か午前2時からスタートなんだっけな。今から寝たらちょうど起きれるかな。いや無理だろ、俺だったらもう昼の2時ぐらいに起きるよ。もうそれはないけどね。てかさ、午前2時の時点で怖い雰囲気出るやん。よく寝れるなお前。てかよくやろうと思うなお前。めっちゃ2時ちょうどめっちゃ2時ちょうどに起きるなお前、すげえな。よし、ちょうどいい時間だな。うわ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 、結構怖えなこのゲーム。新しいメッセージ、またあいつだ。準備中か。俺も今準備してる。なんかワクワクしてきた。ワクワクか。あいつ本当に都市伝説の類が好きだよな。こっくりさんとか廃墟巡りとか肝試しとかいろいろ付き合わされてるな。起きたか。俺も起きた。いや真っ暗だな。なんかテンション高めだな。ちゃんと本に書いてある手順通りやるんだぞ。じゃあどっかに隠れたらまたメール送る、メールじゃメッセージ送るから返信しようか。なんか楽しい。やっほい。こいつらバカだよね。よし返信。何か楽しくなってきた。これが深夜電車でやったのかね。はい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 。一回セーブして、都市伝説の本、まず次のように行動する。家中の電気消してテレビだけは砂嵐にしておく。はいはい。まずここら辺はまあちょっと後で見よう。もう一回ランタンって電池、あはいはいはい。まず電気消さなきゃいけないんだよね。これ電気消えてんのこれ。砂嵐にしとくと。確かテレビをつける必要があったはずだよな。つける。うわーやだなー。え、うるさ。うるさ。え、ちょっと待って、冗談抜けて消したままがいい。砂嵐にして、風呂場へ行き、ぬいぐるみへ向かって、最初に、え、ぬいぐるみへ向かって、風呂場に行って、あ、はい。3回、そしてぬいぐるみを裾につける。風呂場から出て、敵の場所で10秒。はいはい。ちょっと待ってよ。やばいやばい。なんか難しい。
あ、音消えてる、よかった。よし、このテディベアを風呂場に持ってけばいいんだな。持ってこう。はい。持ってこう、持ってこう、持ってくよ。はいはいはい。よし、テディベアを置いて。最初は俺が鬼。最初は俺が鬼。最初は俺が鬼。よし、一度今に戻ろうか。はい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 。はいはい、進むぜよ。よし、確か次は10飾るんだっけ。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10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 ! よし、20秒くらい経ったな。よし、風呂場へ戻ろう。はい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 。風呂場へ戻って。なんか変わったりすんのかな？何も変わってねえじゃん。確か、エリー見つけた！カッターを、カッターナイフをお腹に刺してと。うわ。次はエリーが鬼だから、次はエリーが鬼、次はエリーが鬼。これでいいのかな？どこかに隠れようか。どこがいいかな。まあ、あの、クローゼットだよね、多分。はいはいはい。スムーズだね。はい。ここに隠れるのはどうだろうか。じゃ、ここしかねえだろ。いやいや、隠れろよ。クローゼットだけど、真っ暗だからこのまま入るのはさすがに怖いな。ランティエン？と思いきやの、まだだよ。あれ、今何か聞こえたような気がする。気のせいかな。何ここでセーブさせんのよ、やめてよ。ランタナ持っていこうかな、持っていこう。しかもなんで寝れるのこれ。あ、やべ、俺の心の中で一回寝たい気持ちが出てきた。ぐっすり寝よう。眠いな、この感じだと目が覚めたら朝かな。これどうなんだろう。あれ、全然時間取ってない。もう一回寝る？目が覚めたら朝かな。あっ、いた。見つけた。と思いきや見つけられない。はい、じゃあ普通にランタンを見つけて行ってきます。さあ隠れよう。案外広いな。さすがに暗いな。よし、このランタンを置いてスイッチをつけると。で、アイテムでスマーフィン。新しいメッセージ、またあいつだ。こっちはお尻に隠れたぜ。家じゃ真っ暗だからここまでたどり着くのも下に隠れたりとか。暇だからスマホのゲームでもしてる。お前の方どうだ、何かあったか。返事しようか。俺、ここだな。俺も今クローゼットに隠れたところ。あ、終わりかい。じゃあ今の腕時計23分だ。都市伝説の本、実行の手順で、まあ、合ってるよねこれは。うん、やったね。あ、やったね。で隠れて、今これが今の段階だね。で終わる方法、ぬいぐるみを探す。その場にないことが前提なところがなんかすげえな。見つけたら塩水を口に含み、ぬいぐるみに吹きかける。そして私の勝ちと3回宣言して終了となる。これあとじゃあ出ていいのかな。ちょ、注意点も見とこう、怖いから。必ず1時間から2時間以内に終了させなくてはならない。使用したぬいぐるみは最終的に燃えるような方法で処分必要する。はい、待ってね。使用したぬいぐるみは最終的に燃えるような方法で処分する。はいはいはい。捨てる必要があるのか、もったいねえな。お前やろうね。じゃあお前やんね。また家に自分以外の人がいるときは絶対に当てはいけない。あ、じゃあ、え、怖くない？成功とあいつは大丈夫かな。ここなら安全そうだから気が見たらいいじゃん。ああ、来た。スマフィン。気づかなかった。テレビつけてたはずなのに消えてる。すげえな、びっくりだ。これはいい話で絶対になるな。お前死ぬんじゃないの？どうしよう、なんか変な音がする。カリカリって、引っかいてるみたいな。どうしよう、お尻の外を見てきた方がいいかな。あ、見てきたらどうぞ。案外ネズミか何かかもしれないぞ。いや、ネズミいるよ、おかしいだろ。大丈夫かな。音がして気になって、結局さ、気のせいだと思ったんだけど、風呂場に行ったんだよ。そしたらさ、ウサギのぬいぐるみがないんだ。返信しようか。俺も。マジかよ。沈んでるんじゃないのか。もう一回スマホ見るか。メッセージじゃないか。
俺実は女子高生なんだ。来るか来るか来るか、あれ、おい来てるか、あれ大丈夫かな、生きて一緒にいるような、え、これあいつ大丈夫かな、もう元気出せよ、熱くなれよ、まあもういいだろう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回セーブを別のとこにしとこう、あえて呼んで、ね、出る、あ、ちょっと待って、お乳がついてる、お乳ついてる、うわ、なんだこれ、え、冷蔵庫の上を調べろよ、冷蔵庫の上を調べろ、ちょっと待って、待って、冷蔵庫調べたけどすげえ時間経ってる、これ1時間でも終わらせなきゃいけないんだよね、あやー、あやーまー、なんだこれ、時間めっちゃ経っちゃってんの、ね、よ、ボボ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 、あれテディベアがいない、なにこれ、やべ、時間めっちゃ経つの早い、急ご急ご急ご、お、なんだなんだろう、肩が重いような気がする、それに背後に気配を感じる、気のせいだろうか、おい、おい、お、後ろ向いてんだろ、お前、お前合体しとるやんけ、もう、お前もう合体してんじゃねえかよ、おお、いや、てか、マウス、来ない？おお、おるやん。え？あ、おい、いたじゃん。え？と思いきや、見つかっちゃったね。くそったれか、これ。はい、そこ行こう。まだ20分だね。時間はまだまだある。さっき結構な時間の無駄遣いをしたからね。よし。はい、なんでだ。なぜ何もなくなってる。そのこれ違う、待って、ここ何もなかったよね、なんかあったよね、なんかなくなってんだけど、何事、ベンチ入ったらやばいっしょ、冷蔵機、コンリー、シンクだ、足元の扉には包丁、お玉かなんかがいてる、はい、待って、なんだこれは、あ、これをなくしたと思ってたけど、こんなとこにあったんだ、お守りを手に入れた、お守り、ティッシュ、テレビつけておいたはずだよな、へえ、おお、なんか怖いな、あ、あ、こっちは、おお、ジュー、なんだよこれ、はいはい、ちょっと待って、これカーテン、カーテン開けるだけで時間めっちゃ経ってる、待って、人形どこに、ほんだな、ちょっと待ってよ、あの人形が来ないんだけど、うわ、なんだこれ、あ、来た、この状態をさ、どうする、なんかタオルかやってんだ、ちょっと待ってよ、放射電数の本で、これ時間でしょ、捨てる必要があるのか、うん、都市伝説の本で終わる方法で、ぬいぐるみ探さなきゃいけないんだけど、後ろにいいんだけど、まあ後ろにいいんだけど、まあ無理なんだよね、塩水を口に含みぬいぐるみに吹きかける、ぬいぐるみここにいるんだけどな、肩が急に軽くなった、フラグを立てていくってやつか、ちょっと待って、一回セービングして、どうしようかな、調べるだけでなんか起こりそうな気がすんだけどな、やばい、めっちゃ近当たってる、待てよ、あれ、あと5分で終わるくね、俺そろそろ1時間か、エリーを探した方がいいかな、セーブしますか、一応ね、後ろから見ると黒い壁みたいだな、は、え、どういうこと、制服関係ない、なんだよこれ、やばい、なんか時間が怖っ、めっちゃ経っちゃった、まずもうそろそろ1時間を超えてしまったかな、終わらせないとまずいかもしれない、だってどこにいるか分かんねえんだもん、お助けになられて、まずここやばいでしょ、実はもう案外風呂場戻ってんじゃね、ここは洗濯機、違う、やばい、急がなきゃ、やばい、ちょっと、いや、あるね、
わ、なんだこれ、嘘だろ、フラグ立ててかなきゃやばいのかな。どこにおるねんあいつ。おいおいエリー、足音がする、こっちに近づいてくる、来た、どうする、セーブしますか。ええまた、どうするどうする、包丁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 する、なんだ、ちょちょちょバカバカバカ、ここに、あ閉める、一応閉めとこう、はい、大丈夫かな、ここにいればいいんじゃないの、あれ怪我する、扉の外で何かあげる、どうしよう、逃げるところなんて、おいおい、あれ見つけた、たまいきや、ちょっと待って、これさ、待ってた方がいいんじゃねえかな的な感じのやつ、時間経っちゃうよね、でもどうしよう、わしどうしよう、調べまくって時間経過させっか、30分経ってあれめっちゃ時間経つよ、これこれすごくね、ここにめちゃくちゃ時間経ってるよ、ここでここ立ってるだけで30分間ここにいるぞこれやばくない？あれ？どうしよう、逃げるところなんて。バレてない、バレてない。あ、全然。はい。見つけた。お守り？持ってくれるかな？あれ？案外。これさ、一応踏んどくか。上から、まずいから。誰かこれを塩水、え？これを塩水引っ掛けて3回、ああ、怪我する。これもう一回作るの手間だ、こぼさけに行かない、怪我する、え、スマートフォン、あいつ誰か外にいるみたい、置くとこ、お守りでしょ、あれどうしよう、あこれで、いけ、吹きかけろあ見つけた、てめえこの野郎ふざけるな、お、本棚を倒せば？おりゃー！やった。何か下敷きになってる。これで？エリー！とにかく、早く終わらせよう。口の中の塩水を、あ、よかった、やっといて。俺の勝ち。俺の勝ち。俺の勝ち。おお！言い終わった瞬間、周囲の空気が変わったのが、はっきりと分かった。終わった。おー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 、面白いね。ただ壁についてる血は取れてないと。外が眩しい。どうやら寝ていたらしい。気がついたら窓の外が明るかった。一人かくれんぼの夜は終わったのだ。メッセージが来たよ。もう一回。終わらせる際に必要。ああ、はい。すいませんでした。お守り。まあ、スマート見るか。大丈夫か？こっちは無事終わったぞ。いろいろあったけどおかげさまで。そっちは大丈夫か？お互い無事か。よかったな。とりあえず生存報告だ。俺も大丈夫だぞ。俺も生きてる。いろいろあったけど無事だ。てかお前めっちゃメッセージ無視したの、俺のこと。編集来た、早。そうか、それは何よりだ。何が起こったか、また教えてくれ。お父さん、行ってみたい、廃墟、廃墟がある。おいおいおい。俺はそういうのは当分パスかな。でも、ま、何事もなくてよかったよ。いや、壁についた血と包丁。おいおい、どうすんだあれ、多分部屋中血だ、血らだけだぞ。はい、 Thank you for playing、 面白かった。お、なんか続きあるのかな。おい、びっくりした、何もなかったということで、皆さん、パソコンがぶっ壊れた後の動画撮影、無事、いつも通りの僕でできましたね。皆さん、パソコン壊れましょう。